水戸武史選手です。まずは試合の総括をお願いいたします。はい、まあ、昨日、今日と、試合試合通してしっかりチームとして、いいディフェンスができたかなと思います。で、やっぱりそのディフェンスから自分たちのオフェンスのリズムを作れたと思うので、まあ、本当に2日間しっかり、チームとして、しっかりディフェンスが、キーになったのかなと思います。リンクを見て入ってきて、ご自身の調子っていうのはどのように感じてらっしゃいますか？その1月、正月の試合から、スタートに使ってもらって、少しずつ、自分の中で、まあ、調子、最初はちょっとあんまり良くなかったんですけど、まあ、少しずつ取り戻してきて、ディフェンス、オフェンスともに上がってきている状態なので、はい、調子はすごく、いいです。上がってきている要因っていうのはどういうところにあるかなっていう感じられるんでしょうか？そうですね。やっぱり、まあ、試合に出てるっていう、使ってもらってるっていうところで、まあ、試合感だったりとか、あとは、まあ、ゲームの中でもその、まあ、やっぱり自分の武器はディフェンスだと思っているので、まあ、そのディフェンスっていうのをしっかり意識して、そのチーム全員がそのディフェンスの面でしっかり共有できているので、まあ、それで、まあ、自分自身のコンディションも上がってきているし、調子も上がってきているのかなっていう、やっぱり今まではそのちょっと手探り状態というか探り探り、誰がどんなプレーするんだろうとか、まあ、ディフェンスでもどういうコミュニケーションを取ればいいんだろうっていうところがあったので、まあ、そこが少しずつ改善されてきて、まあ、自分自身も調子が上がってきてるかなと思います。山本選手はどんな武器がチームもディフェンス機能を今日しっかりできていたかなと思うんですけど、なんか水戸選手としてチームのディフェンス面で仕掛けてるのか、声かけしてるのか、なんか意識的にやってるところかと思いますか？そうですね、まあ、やっぱりいろんなこう作戦がある中で、例えばディフェンスのスクリーンが起こった時にスイッチするとか、何か動きがあった時にこう、なんだろう、ズレができた時に、まあ、いろんなシチュエーションがあるんですけど、やっぱその中でどういうふうに守るかっていう、どう守るのが一番ベストなのかっていうのは、やっぱり、しっかり。選手間で話し合って、まあ、分からなければコーチにも確認しますし、まあ、そこはディフェンスの面ではしっかり、声掛けをしてるするようにはしています。次島根戦の目的ですけれども、はい、どういう面チームとしてチームと選手個人としてはどういったことですか？まあそうですね、ハードにディフェンスするっていうのは変わらないですし、あとは、まあ、まだちょっとスカウティングの部分はまだしてないので、はい、まあ、明日、明後日しっかりスカウティングして、相手の嫌な、やりたいプレーをさせないように、いいディフェンスができたら、はい、勝ちますね、あると思うので、はい、そこを意識して考えたいと思います。久しぶりのドイツカップで、なんか、女選手とかチームで、どういうふうに考えたらいいですか？このドイツカード2連勝、久しぶりだと思うんですけど、2連勝について、どういうふうに考えたらいいですか？まあ、ちょっと序盤の連敗があって、やっぱり連勝しないと、まあ、上にはいけないので、はい、まあ、しっかり2つ連勝をするっていうのはすごく大事ですし、まあ、最近チームもやっぱりそういう勝つメンタルっていうのもすごく出てきていると思うので、はい、まあ、連勝をしっかり続けられるように頑張っていきたいと思います。